ビリーは、そうシリーズに登場する人形。ジョン・クレーマーが彼の被験者に録音メッセージを配信するために使用された。人形は、多くの場合テレビ画面に登場するか、場合によっては、直接現れ、罠の詳細と被験者が生き残れる方法を説明する。映画シリーズでは、殺人鬼ジグソーになる前のジョンが生まれてくる自分の子供に与えるおもちゃとして、ビリーを制作した。 しかし、妻ジルが経営する薬物依存者構生施設の患者セッシル・アダムスが施設に強盗に入った際にドアがジルのお腹に当たり流産してしまう。ジョンの解消されない怒りは犠牲者を罠にかける彼の指示の手段としての人形を制作する主な動機である可能性がある。彼が作った罠は 彼の子供が生まれる前に殺された時に生きていることに感謝していないと彼が感じる人々に対する彼の怒りの現れと見ることができる。人形の名前は劇中で示されておらず、ビリーという名称はドキュメンタリーとインタビューで脚本家、監督、キャストとクルーメンバーが言及している名前である。名前は創の監督権共同脚本家である人形の制作者、 ジェームズ・ワンによって付けられた。名前のスペルが、ビリーだと主張する人もいるが、ワン自身は、ビリーと綴っている。ソフランチャイズの持続性と人気により、ビリーの商品が生産され他のメディアでも触れられている。ビリーは男性型の服話術師のダミー人形である。彼の顎は動き離しているという示唆を与える。ただし、人形全体が頻繁に単独で動くのが見られるため、 同じ方法では使用されない。人形の顔は白く額は突き出ており、頬には赤い螺旋模様が描かれている。赤い唇はニヤニヤ笑いを形成している。目は交際が赤い黒であり、頭は黒い髪で覆われている。ビリーは常に白いシャツの上に、胸ポケットに赤いハンカチが入った黒いタキシードを着用し、赤い蝶ネクタイをつけ、 白い手袋をはめた姿で描写されている。また、靴は赤いメリージェーンを履いている。短編映画では緑色の山工房をかぶった姿で現れる。昔ながらの赤い三輪車によく乗っており、彼自身から直接発せられる唯一の音は電子的な噛高い笑い声である。ワンによると、ソうのオリジナルの人形の顔の構造には粘土、張り子が含まれ、目には 交際部分がペイントされた黒のピンポン球が使われた。また、人形内部では、紙タオルのロールが使用された。人形を動かすために操り、人形師は釣り糸で彼を引っ張った。総二の場合、ヒンジの名やゴや目など、リモコンで操作可能な機械的機能を備えた人形として、再設計された。総三の場合、小道具スタッフには、 オリジナルの人形が与えられたが、時間の経過により損傷していたため、仕事に適さないことが判明した。代わりに、人形の体にはファイバーグラスではなく、ウォータージェットカットの気泡ゴムを使用し、人形を保持するプレートと彼を三輪車に取り付けるための磁石を備えた新たなビリーを製作した。アニマトロニクスの部品を入れやすくするため頭の後ろは取り外し可能になっていた。 総4の場合、小道具スタッフは、ウォータージェットカットの気泡ゴムを金属棒で固定した、体を製作した。彼らは強力な磁石を使用して、人形の平らな背面を作成したため、あらゆる金属面に簡単に配置できた。樹脂で満たされた、ピンポン玉の目は、口のようにリモコンで動かされた。映画第一作では、罠にかけられた、 アマンダ・ヤングの傍らに置かれたテレビ画面に登場する。アマンダの顎に引っ掛けられた逆さトラバサミについて話し、取り除く鍵は部屋に横たわっている彼女の死んだ同房者の胃の中にあると説明する。アマンダが男の腹の中から鍵を取り出して、逆さトラバサミを外した後、彼女を祝福するために三輪車に乗って部屋に入ってくる。後に、アダムは明かりが消えた時に、 彼のアパートで人形を見たのを覚えていた。カメラのフラッシュを使って暗室を探していた時に人形の不気味な笑い声がアパート全体に響き渡り、アダムは声が止まるまでバットで叩いた。ジグソーの最新の隠れ家を発見した刑事のデイビッド・タップとスティーブン・シンがその場所を捜索した際、布をかぶせられていたいくつかの物品のうちの一つがビリーであった。そうにでは、 映画の冒頭でテレビ画面にビリーが映され、マイケルが身につけているデスマスクについてヒントを与えている。その後、刑事がジグソーの新しい隠れ家を発見し、身柄確保のために隠れ家の刑事に覆われた階段を上がっていく警官たちを出迎える。そして罠が仕掛けられた足場を踏んだ一人の警官が足を骨折し、その後刑事が退電した。 総産では、回想という形で、アマンダのゲームのために、ビリー人形の顔を描くジグソーが登場する。その後、ビデオテープに出演し、トロイとケリーの両者に、それぞれの罠について知らせる。また、ミワ社の隣に横たわって、ジェフ・レインハートの息子ディランが死んだ状況を再現し、嘲笑し続けている。総読んでは、ダニエル・リック・ジュンサが、 自宅アパートで襲撃され意識を失った後、目覚めた時に登場した。リックがトイレのドアを開けたことで、テレビにつけられたトリガーワイヤーが引っ張られて外れると、テレビ画面に表示され、リックにゲームを説明する。部屋を出ると、彼の最初のテストのメッセージが流され、リックの目の前にいる頭皮を剥ぐ機械に入れられた女性について研究する。 捜査官のピーター・ストラムとリンジー・ペレーズは、後に、学校のある部屋でろうそくで囲まれた椅子に座っている、ビリーを発見する。人形の首にかけられた、マイクロカセットレコーダーから、ペレーズは、彼女の相棒のストラムが、間もなく罪のない人間の命を奪うこと、そして彼女の次の行動が重要であることを知る。そして、ビリーの目がペレスに向けられ、ドアを開けろと、小声で、 メッセージが繰り返され始める。彼女がメッセージを聞き取ろうと人形に寄りかかった。その時、ビリーの顔が爆発し、彼女の顔と首に金属片を浴びせる。ペレーズはストラムの腕の中に倒れ込み、ビリーは笑い出す。ジグソーのフラッシュバックもあり、生まれる前の息子ギデオンへの贈り物として、ジルタックにビリーの威圧的ではない初期バージョンを与えている。トビンベルのインタビューでは、 これが、ビリーの起源に関するストーリーの始まりであり、彼の三輪車と同様に将来の総映画で描くことを明らかにした。総合では、オープニングシーンに登場し、セス・バクスターにゲームのルールを伝える。このゲーム後に、ジグソーに罪を着せ、セスを殺害するために、マーク・ホフマンによって仕組まれたことが明らかになる。ホフマンがこのゲーム用のビデオテープを、 どのように作成したかは分かっていない。ジグソーによる犠牲者の可能性がある人物のリストによると、セスは、セシルとマークに続いてテストされた3人目であった。これらのテストでは、ジグソーは人形を使用していない。アシュリー、ルバ・ギブス、チャールズ、ブリット、マリック向けに設計されたテストの開始時にも登場する。総録では、オープニングの罠を説明するビデオテープに出演し、 生き残りをかけてしもうねとエディを互いに争わせる。また、4回のテストのうち2回で、ウィリアム・イーストンに話しかける。ウィリアムの2回目のテストで縄からぶら下がって登場し、4回目のテストではビデオテープに出演している。総録は、被害者にテストの情報を伝えるために意図的にビリーが本人に直接見せられた最初の例である。ソーザ・ファイナル 3D では、 冒頭のゲームに直接現れ、ブラッド・トライアンに対し罠についての指示を出す。ボビー・デーゲンの2回目のテストでも同様に直接現れ、他のテストではビデオテープに出演して罠の説明を行う。ホフマンが逆さトラバサミを抜け出した後、隠れ家と言った際に複数のビリーの頭が見られる。最後の出演は映画の終盤のホフマンの秘密の隠れ家のシーンであり、 ホフマンは、ビリー・モロとも隠くレガを爆破した。ジグソー・ソウ・レガシーでは、目と靴にイルミネーションを施されており、2回目の罠の、際に、コンフェスと書かれた紙を、首からぶら下げた状態で三輪車に乗って、被験者たちの前に登場する。その後、目を輝かせた状態で、ビデオテープにも登場し、アンナとミッチが生き埋めにされる前に救う方法を、ライアンに説明する。 この短編映画では、デイビッドがテレビに映されたビリーを見ており、ビリーは、デイビッドの顎に引っ掛けられた逆さトラバサミについて、彼に話し、トラバサミを取り除く鍵は部屋に横たわっている。死んでいる同房者の意にあると説明する。デイビッドが男を解体し自分を解放した後、祝福のために、ビリーが三輪車で部屋に入ってくる。2007年の映画、デッドサイレンスでは、 ジグソーの人形と同じ衣装を着て、映画のポスターにも登場する人形の一つがビリーと名付けられている。落書き風のビリーの似顔絵が、ジェームズ・ワンの映画、狼の死刑宣告の壁で見られる。2011年の映画、インシュディアスでは、女子が教室で残業しているシーンで、彼の背後の黒板に、チョークでビリーが描かれている。ビリーの絵の下には、 ジグソーを示唆する数字の8が表示されている。ビリー人形が仇役として仮名を出演している。リー・ワネルの映画、アップグレードの壁に落書き風のビリーの似顔絵が見られる。ビリーは、そう、リバース1の開始近くの2つのパネルの隅で見られ、ジョンのジグソーへの最終的な変容を予示している。この漫画はまた、ビリーはジョンが働いていたおもちゃ工場での彼の、 作品の一つと示しているが、この裏話は相互で否定された。トビンベルが吹き替えるビリーは、そう、ザビデオゲーム全体に登場し、ヒントや目的をプレイヤーに伝える。彼はまたゲームのマーケティングで際立って紹介された。フリーダムエンディングでは、タップが自殺した時のビリーの内静が、テレビで見られる。ビリーは、最初のゲームの続編、2、フレッシュブラッドでも登場し、 今作でもトビンベルがビリーを吹き替えている。ビリーは最初のゲームと同じ役割を繰り返し、プレイヤーにヒントと手がかりを与える。プレイヤーはゲーム中に小さなビリー人形を収集することもできるが、取得するにはより複雑なパズルを解く必要がある。それらは本堂から外れているため、プレイヤーは取得する必要はない。So2、Fresh and b は、 ソうフランチャイズで彼が実際にビリーと呼ばれる唯一の作品でもある。デッドバイ・デイライト・ビリーはソーチャプターの一部としてコンピュータゲームデッドバイ・デイライトに NPC で登場する。彼はプレイヤーがソウのライセンスキャラクターザ・ピックを選択すると表示される。ありがとうございます。